バファローズファンの皆さん、こんにちは。こんにちは。はい、ただいまから高知県オンライン野球教室を開催します。事前にデイリースポーツさんで募集いたしました小学校2年生から6年生の皆さんに今日は集まってもらっています。皆さんよろしくお願いします。はい、さあ今日のゲストをご紹介しましょう。オリックスバファローズ北亮斗選手です。拍手。はい、北さんよろしくお願いします。お願いします。はい、北さん今何をお持ちなんですか。それこれ、高知県の、黒潮くんです。黒潮くんを、はい、持っての登場です。よろしくお願いします。お願いします。まあ、今回のこのイベントなんですが高知県の協賛でお送りしておりまして、先ほど私高知家と申し上げました。高知の家と書きます。高知県振興キャンペーンの名称で県全体を家に見立てて付けられた名前なんだそうですが、さあオリックスバファローズは毎年この高知県で秋のキャンプ、秋季キャンプをされているということなんですが、北選手も、今回このキャンプには参加されましたけどもね。あの、はい、高知は高校の時から結構行かれてるみたいですね。はい、そうです ね試合で何度か行かせていただきました。どんなイメージをお持ちですか。そうですね、ご飯がとても美味しいっていうイメージがあります。今年のキャンプで何か食べて美味しかったなっていう食べ物ありましたでしょうか。カツオですかね。あ、はい、いいですね。まさに黒潮にこう乗ってくるというね。そうですね、カツオでございますからね。はい、休日なんかはなんか、キャンプのお休みの日どっか行かれました。そうですね、散歩で広め市場とか。あ、そうですね、高知城とか。そうですね、行きましたね。あのさっきはあの僕北さんが高知城に行かれた時 の、はい、あのスマホの写真をあの見せてもらったんですが、はい、あのライトアップですんごく綺麗な高知城がありましたね。そうですね、めちゃくちゃ綺麗かったです ね、はい、まあ、あの高知見どころねいっぱいあるということではあるんですが、さて今日の、このオンライン野球教室でございますが、高知県の大阪事務所の方にも来てもらっております。で特におすすめなのが、北選手の後ろにあのポスターが貼っておりますが、仁淀川という川があるんですね。今年の夏に公開されました映画「竜とそばかすの姫」でも話題になった、まあ、舞台場所でもあるんですが、美味しそうに食べているあの手前の魚、鮎だそうです。バファローズのキャンプが開催されています、高知市の東部野球場からは、車でおよそ1時間ほどということ。北選手もまた来てもらえばぜひね、そうですね、仁淀川行ってください。行きたいですね。川も海もあるしというね、はい、ことなんですが、さてそれではですね、北選手に、まあ、たくさん質問を、いただいておりますので、はい、皆さんに質問をお願いしたいと思います。じゃあ行きましょう。まずはトップバッター、緊張しますが、これは愛媛県松山市の久保井優君、小学校4年生よろしくお願いします。質問をどうぞ。小学校ですか。小学校4年。そうですね、うん、もうとにかく走りまくってましたね、小学校の時は。あ、そう。そうですね、うんうん、鬼ごっことかもそうですけど、やっぱ。なるほどね。そうですね、トレーニングというよりかは、うん、小学校の頃はもう遊んで、うんうん、なんか基礎体力をつけたみたいな感じになってたんで、もうまあ、トレーニングって言ったらちょっと堅苦しいんで、うん、その鬼ごっことかで遊びっていうので。なるほどね。そうですね、はい、遊びながらこうね、楽しみながら、はい、楽しみながらの方がいいと思います ね、 ね。久保井くん。はい。久保井くんは足が速いんですか。遅い方です。あ、じゃあこれからあのいっぱい走ってね。そうです ね、 ね。あの走るのは好きですか。好きです。はい、じゃあ好きだったら北さんいいですよね。そうですね、ね、うん、まあ、専門的なこと言ったらラダーとかでちょっと細かい動きをしたりっていうのが一番いいと思いますね。あのラダーってあのはしごっていうのなんだけどもね、はい、そうですね、はい。どんどん久保井くん走って速くなってください。はい、はい、ポジションはどこなの。キャッチャー。あ、キャッチャー。キャッチャーか。キャッチャーで足が速いとかっこいいですよね。かっこいいですね。キャッチャーで一番とか一番なんかすごいって感じするんで。そうですよね。ぜひなってほしいですね。はい、久保君頑張って走って足速くなってください。はい、はい、ありがとうございました。じゃあ、ありがとうございました。
ありがとうございました。じゃあ久保井優くんにはじゃあサインボールをじゃあ書いてもらいましょう。北さん、はい、ちょっとこの黒潮くんを横にちょっと置いてもらって。はい。これ平仮名ですか。ひふうねんですか。久保井くん。はい。今北選手がサイン書いてくださってます。いいね。このサインボールどうする？飾ります。うん、飾ってね。ここに久保井くんで飾る。北選手はね、まだ今年がルーキーの年が終わったばかりで、みんなとはそんな年変わんないんだよ、本当は。はい、ちょっと見せてあげてください。じゃあ久保井くん、こんな感じでサインボールもらいましたんで、はい、はい、じゃあ久保井くんから、はい、久保井くんからじゃあ北選手にメッセージお願いします。心から応援してます、頑張ってください。ありがとうございます。頑張ります。ありがとうございます。ね、急にあの台本にないこと聞きましたけど、ね、はい、ありがとうございます。はい、久保井くんありがとうございました。ありがとうございました。さ、続いては2人目、京都市の北村修太くん、小学校2年生。北村くん聞こえますか？はい。はい、質問をお願いします。11月から野球を始めたばかりですが、北選手は野球を始めた頃に心がけていたことや、小学校の時練習内容について教えてください。おー、始めたばかりの頃。うん。そうです、まあ、小さい頃はもうひたすら近い目標に向かってやってましたね、うん、あ、北村くんは小学校2年の11月から始めたということなんですが、北さんはいつから始めました？僕小学校1年生です、ね、1年間、はい、最初はどんな感じで練習してました？最初、まあ、お兄ちゃんがいたんで、うんうん、もうお兄ちゃんの背中見てって感じだったんで、まあ、小学校だったらやっぱ上の人とかもいるんで、うん、その背中を見てやっぱその上手い人のプレーを見て練習した方がいいと思います、ね、北村くん、上手な人のプレーを見ながらということが大切みたいよ。はい、うん、まだ始めたばっかりですが野球楽しいですか？はい、ポジションはどこ？ファーストです。ファースト、今どういうことを練習されてます？守備です。ああ、守備ね、守備とバッティングどっちが好きなんだろうか？バッティングですやっぱり。そう、北さんどっちでした？僕もバッティングでしたね。やっぱり打つ方が楽しいもんね、はい、打つ方が楽しいです、ね。北村くんはどんな選手になりたいと思ってます？ホームラン打てる選手になりたいです。はい、横から言っていたのはお父さんでしょうか。北選手のように、北選手のようにというね、気を使っていただきました。ありがとうございます。はい、まあでもあのホームラン打てるようになってほしいね。そうですね。ね、はい、はい。じゃあ、北村くんにもサインボールをじゃあ書いてもらいます。はい、北選手よろしくお願いします。はい。さ、北村くんへのサインを今書いてもらっています。じゃあ画面に向かって見せてください。こんな感じです。見えますか、北村くん？はい、はい、サインボールいただきましたのでこれも大事に飾ってください。大丈夫ですか？はい、はい、それでは北村くんありがとうございました。ありがとうございました。野球頑張ってね。はい、はい。さあ3人目参ります、はい、続いては、これは香川県高松市ですね、永井大賀くんは小学校6年生です。お願いします。どんな練習をすれば北選手のような力強いスイングができるようになりますか？あ、力強いスイング。そうですね、体
体を大きくすることが大事なんで、うん、ご飯をいっぱい食べて、そうです、ひたすら僕はもう小学校6年生の頃はフルスイングっていう言葉が大好きだったんで、うん、その言葉通りもう三振してもいいからもうフルスイングするって決めてました。あ、思い切ってバット振るというね。はい、そうです。でもその思い切ってバットを振るということに対してもやっぱり練習が必要だと思うんだけども、はい、それにはどんな練習されてました？そうですね、うん、僕はみんなとちょっとみんなよりちょっと重いバットを使っていて、そうですね、重いで試合で少しそれより軽いバットっていう感じでやってたんで、うん、まあその重いバットを振って軽いバットを振ったりしてたらやっぱスイングスピードも速くなるので、うんうんうん、まあそうこの交互に振っていくっていうのがおすすめだと思います。ああ、重いバットで軽いバット練習してまた軽いバットを練習、試合で使うみたいな感じ。そうです、はい、なるほどね。永井くんは今このバッティング練習どんな練習されてます？そうですね、うん、ちょっと軽いバットを振って、うん、そのスイングスピードを速めたりとか、うん、重いバットも振ったりしますけど、まあ、素振りをよくしてます。あ、素振りってでも大切なんでしょ？そうですね、イメージ一番できるんで、うん、僕もそうですね、調子悪い時は素振りだけで練習終わることもありますし、自主練の時は、はい、なるほどね。でもやっぱり永井くんなんか小学校6年生なんでなんか言うこともしっかりしてますよね。そうですね。永井くんは中学校になっても野球続けるのかな？いや、大人になってもやろうと思って。あ、すごい。ということはプロ選手じゃないですか。そうですね。ねえ、待ってますよ。大阪で待ってるよ。はい。はい。ということでじゃあサインボールをじゃあ書いてもらいましょうか。よろしくお願いします。はい、永井くんはポジションはどこですか？まあ、主に外野手をしてます。北さんと同じじゃない？一緒ですね。ねえ、主に外野。外野はどこでも行けそう？うん、まあ、ちょっと自信ないところもありますけど、うんうん、まあ、行けるかなっていう感じです。あ、そう。で、外野ということは足も速いんだ、きっとね。まあ、普通ぐらいです。うん、ああ、そう。じゃあ、今書いてもらいました。こんな感じで、永井くん送りますんで、受け取ってください。ありがとうございます。北選手に何かメッセージあればお願いします。はい、僕は6年後のドラフトでオリックス・バファローズに入ろうと思ってるので、また入ったらライバルとしてお願いします。いいね。お願いします。もう6年になってすぐだよ。はい、そうそう。ね、はい、ナイ君待ってるからね。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、いや、なんか楽しみですね。そうですね、楽しみです。この永井大賀という名前を我々覚えておきましょう。はい、ね、さあ、続いて、4人目です。大阪は豊中市の山下凛太郎君は小学校5年生。山下君。はい、はい、じゃあ質問お願いします。タイミングが合わないときどうタイミングを合わせたらいいですか？タイミングね、タイミング合わないと、はい、どうやって合わせたらいいか。そうです、うん、まあ、今僕ずっと足上げてるんですけど、うん、高校の時はどちらかというとタイミング取るのあんまりうまくなかったんで、すり足にしたりとか、うん、なんていうんですかね、まあ、ちょっとでも工夫して、うん、目線がぶれないようにしてましたね。あー、ね、やっぱりバッターで一番難しいのってタイミングってよく聞きますよね。はい、うん、タイミングが合えば打てると思うんで、うん、一番大事ですね。特にもう速いボールと変化球のスピードの差でタイミング取るのって難しいですよね。そうですね、難しいですね、やっぱ、ね、はい、うん、山下君は、ポジションどこですか？ファーストです。ファースト？ファーストっていうことはよく打つんだ。はい、おー、すごいな。打てるファーストって打てる人いくもんね。そうですね、多いです。ね、そうだよね。はい、まあ、今そのタイミングっていうのは山下くんもやっぱり難しいと感じてるんだ。はい、うん、今のでちょっと参考になった？はい、はい、じゃあぜひ練習でやってみてね。はい、はい、じゃあ山下くんにもサインボールプレゼント書いてもらいましょう。
山下凛太郎くんです。山下くんはいつから野球始めたんですか？1年生。北さんと一緒、北選手と同じだね。はい、守備と打つ方どっちが好き？打つ方です。やっぱり打つ方でね。打つの楽しいもんね、やっぱりね。はい、はい、じゃあそのタイミングをうまく合わせて大きいホームラン打ってね。はい、はい、今北さんが山下くんに、はい、サインボール書いてくれました。こんな感じ。はい、じゃあまたこれお送りしますんで受け取ってください。はい、はい、山下くん何か北選手に、メッセージある？次は頑張って優勝してください。お、頑張ります。そうね、来年はその優勝の輪の中にいたい ね、 そ う、 ね、はい、そうだね。はい、山下くんありがとうございました。ありがとうございました。はい、続いてまいります。さあ、続いては埼玉県越谷市小学校6年生の黒坂優希くんです。黒坂くん、はい、はい、よろしくお願いします。さあ、北選手に質問お願いします。最近フライが多いんですけど、うん、なんかフライを打つんじゃ、なんかゴロを打てる方法ってありますか？ああ、ゴロを打つ方法、うん、そうですね。あ、でもフライの方が僕いいと思うんですけど。内野フライ。ああ。でもまともに当たったらでもあれですもんね。うん。全部押し当たりってこと。そうだね。ですよね。うん。ゴロ。ライナーって。あ、ライナー性だったらそう、うん。ボールのやっぱ下にボールバット入れないとやっぱ。打球も飛ばないと思うんで、うん、どっちバッターですか？左バッターですか？うん、左バッターなんで左手で押し込むイメージで打った方が打球も素直に飛んでいくと思うんで、うん、右腕がやっぱ強いと思うんで、うん、これに右腕にちょっと何ですかね、意識がいってしまったらこねてしまって、はいはいはい、いい打球がいかなくなるんで左手で押し込むイメージで打った方がいいと思います。黒坂くんは投げる方は利き腕はどちらですか？あ、右です。あ、やっぱ右投げ左打ちで余計にそうだね、右のが強くなりますもんね。はい、左手を強くする、左手で押し込むっていうなんかイメージ分かりますか？はい、うん、一遍それで打ってみて。あのスイングよくあの、まあ、ダウンスイングとかレベルスイングとかアッパースイングとかあるけど、はい、その辺によってまた打球も変わってくると思うんですけども。あ、でもそれは僕はあんまりそのバッターの特徴によると思うんで、はいはいはい、全然アッパーでもいいと思いますし、うんうんうん、ダウンでも、うん、でも僕はちょっとダウンはあれですね、ちょっと何ですか、うん、おすすめはしないというか、 あんまりその人のスイングの軌道とかってやっぱり特徴あるから合う合わないもあるんでしょうね。そうですね、あとボールの内を叩い、うん、ボールの内を叩くっていうことが一番大事だと思います。うん、ボールの内側をね、はい、はい、特に左バッター、あの左手でしっかり押し込めば、いい当たりが飛ぶということなんで、頑張ってください。はい、はい、じゃあ黒坂さんにも、サインボール、書いてもらいましょう。サインボールです。はい、よろしくお願いします。黒坂くんは6年生、中学校になっても野球続けるんだよね。はい、はい、楽しみだね。どんな選手になりたいと思ってます？ヒット打てる選手。いやね、打てる選手がやっぱりいいね。まあ右投げ左打ちだった北選手と同じだね。そうですね、一緒です。ね、一緒ですね。はい、はい、こんな感じです。ありがとうございます。はい、お送りします。はい、黒坂くんありがとうございました。中学校になっても頑張ってね。はい、はい、ありがとう。